てやりがいはありますよ。おー、可愛がってくれるし、若手がやることがすごく新鮮だから、うん、それを応援したい。こういう風に作られてるとか、どういう人が作ってるんだって顔が見えるっていうのもすごいね、いい経験させてもらってるなって。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで今回は農林水産省の社員さんを一日密着させていただこうと思います。今回は石川県の農林水産省の社員さんを密着させていただくんですけども、僕の金沢大学時代の同級生なんですよね。久しぶりに会うので楽しみです。お久しぶり。元気？超久しぶり。ね、3年ぶりぐらいだよね。一日密着させてください。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日はここで一日取材させてください。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、ここは私の席です。おお、新聞置いてあるんだね。あ、そうそう、一応石川選挙店は石川県の農政とか、うん、なんかまあ時事ニュースを、うん、把握しておかないといけないので、はいはいはい、朝農業のニュースとか、うん、まあ、ちょっと把握してクリッピングするっていう作業が朝からあります。横にいらっしゃる方はどなたですか？私の直属の上司になる梅原主任です。よろしくお願いします。梅原さん、 A ちゃん大好きだからすごいロックなんですよ。でいつも歩くときとか、顔が絶対歩いてくれるし、すごい優しい。ジェントルマンだ、梅原さん。そうなんですよ。すごいなんか元気ないときとかも気遣ってくれるし、すごいいい上司。へぇ、ちょっともったいありますよね。農林水産省に勤めて何年目ですか？もうわからないくらいですけど、はい、30数年。やっぱこの30数年でだいぶ社風であったりとか雰囲気とかも変わったりしましたか？大変変わりました。役所だけどちゃんと現場、お母さん、いろんな方の声をしっかり受け止めようという姿勢にどんどん変わっていく。あと雰囲気すごいいいですよね。職場の、それはなんか梅原さんが工夫されてるんですか？私というか、まあ、大島さんの性格が欠ける部分が大きいと思います。なるほど。はい、なので、もう明るくて、はい、もう入ってきただけで雰囲気変えますから。普段も明るいんですか？めっちゃ明るいです。見た通り。コンビでいつもは仕事されてるっていうことですね。ね、そうそうそう。大島さん、次は何の予定ですか？今からランチを食べに行きます。おで、後ろにいるのはバズマフのメンバーです。バズマフのメンバー。バズマフの平均年齢高め。この店は誰の紹介ですか？バズマフのメンバーの。バズマフのメンバーの。滝川さん。滝川さん。さすが。私がお店をね、全然ね、調べてなくて、そう、定休日だって知らなかったんだけど、でも私って結構そういう味噌じゃないですか、撮影しててもそういうのフォローしてくれるんですよ、皆さん。メンバーの皆さんが、メンバーの皆さんが。いやー、いいですね。さすがですね。全部食べきれそうですか？いや、切るわ、ごめんな、切るわ。余裕、うまっ。いい顔するな。もうバズマフで鍛えられてるからね。美味しそうな顔するな。うまい、やっぱでも、食べてる時は一番楽しそうですね。やっぱそれ、マジそれ。食べてる時が一番生き生きしてるね、多分。なんか YouTube でもそういうこと伝えられたらなって思ってやってるわ。次はどこに行くんですか？次は豪華な農家さんのところに行きます。レンコン農家さんのところで、はい、レンコンの収穫とか補助とか意見交換の様子を、うん、ホームページ用に写真撮って、うん、ホームページ更新作業するので写真を撮りに行って、結構やっぱ農家さんと意見交換するのとかもすごいなんか新鮮だし、うん、勉強させてもらってるからすごく楽しい。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。失礼します。お邪魔します。すいません、お邪魔します。わあ、すごい。おー、何を取っていただいてもいいですか？すいません、今年の作柄はどんな感じですか？へー、こういう体験を
させてもらえるから本当にバズマフとか現場に行くことはすごく大事、うん、勉強になるなって思う。レンコン食べるときにさ、こういうね、うん、作ってくださってる側の気持ちになれることはあんまないもんね。こういうレンコン一つでなんかどういう風に作られてるとか、どういう人が作ってるんだって顔が見えるっていうのもすごいね、いい経験させてもらってるなって思うし、うん、このレンコンを作るためになんかどういう働き方の工夫をしてるのかっていうのもすごい勉強に今日はなりました。すごくね、めっちゃ楽しかったわ、うん、ね、すごいよね。これが地方農政局の良さやすいません、急にありがとうございます。こちらこそ。お三方はどういう関係ですか？みんな2年目です。同期のお二人に普段大島さんがどういう人なのかっていうのをあの聞きたいなと思ってまして。一番明るい。おお、確かにね、声が通るんですよね。ちょっと近くに通ったでも、あ、大島さんの声聞こえたら、あ、大島さん来てるなっていうのが分かるんですよね、うん、でも3つ目はやっぱりこうバズマフ、うん、普段の業務ももちろんやってるんですけど、その中でもあの時間を見つけてバズマフを撮ってる、うん、でバズマフの動画にも、まあ、たくさん出演していて、うん、まあ、再生回数がどうしても最初はちょっと伸び悩んでた。そう、最初は結構伸び悩んでた。今はもうだんだん再生回数伸びてて、うん、まあ、そこがやっぱ大島さんが努力しているんだなってすごい感じます、うん、編集も自分でやってるんだもんね。そう、自分でやってる。農水省で働いてて楽しいなって思うところとか、いいなって思うところってありますか、2人が？そう、面白い上司が大勢いるっていうところですか。あとやっぱ人間関係が良かったので、やっぱ自分が今ここまでやっていけてるっていうのが農水のいいところですね、うん、あと地方には地方で現場が近い、確かに、まあ、農家さんが近いっていうその強みがあるので、うん、本省よりも現場が近いで、そこを活かして業務をやっていけるっていうのが、まあ、地方の強みではあるなと思います。確かにね、とにかく雰囲気がすごくいいよね。多分一番の魅力だと思います。前の課がちょっと会計課じゃなくて消費生活課っていうところだったんですけど、うん、その時若手が全然いない課だったんですけど、うん、なんかその分本当に若手の意見をすごく聞いてくれる職場だなっていうふうに思ってます、うん、可愛がってくれるし、若手がやることがすごく新鮮だから、うん、それを応援したいっていう気持ちもあるし、うん、重宝されるんだね。うん、重宝される。なるほどね、めっちゃいいね、うん、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、バズマクの担当歌手の企画調整室です。企画調整室入ってきます。はい、失礼します。お疲れ様です。バズマクの上司の浜田室長です。はい、室長よろしくお願いします。企画調整室長ってどういったことをされてるんですか？農政局の取りまとめの部局で、はい、農政局の中にいろんな担当の部局があるので、はい、農業とか生産とか、うん、あの農村振興とか全部にまたがるようなことの調整とか、うん、取りまとめの部局です。室長が今一緒に働きたい人ってどういう人ですか？農業の未来を一緒に考えながらですね、うん、取り組んでくれる、そういう気持ちのある人と一緒に働いていきたいな。おお、じゃあ志が高ければ良いっていうことですね。そんなに高くなくてもいいです。高くなくてもいいんだ。ちょっと かかってみたいな関心のある人。高くなくてもいいんだ。それはすごい、もっと広がれた。間口は広がった。間口広がったな今。ありがとうございました。じゃあ、その課長いただきます。はい。人事の、総務課長の橋出し課長です。おー、総務課長の橋出しと申します。よろしくお願いします。どういう人が農林水産省で活躍できるとかってありますか？農林水産省っていうのはフィールドが非常に広いんですよね、はい、農業ですね、うん、生産振興とか農業経営の支援とかですね、はい、農産業村地域の活性化、幅広いですね、うん、行政分野で活躍できる、そういうのがやっぱり魅力ですね。うん、本当に幅広いですね。ダムからもうなんかいろんなことをやってるんで、本当に食とか農林水産業を支えてる生産基盤のところまで関わってくるんで、本当に入省してからじゃないとそういうことは気づけないですね。農林水産省とか公務員の働き方みたいなところの固定概念が壊されました。壊されました。はい、いい意味で。今日密着できてよかったなっていうふうに思います。ありがとうございます。言っていただけて、はい、農林水産省の魅力は大島さんが出演しているあのバズマフでも出てるということで、ぜひ視聴者の皆さん下の概要欄に貼ってあるので見てみてください。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで本日は、はい、
一日密着させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。はい、またぜひコラボしましょう。コラボしましょう。じゃあありがとうございます。お疲れ様です。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。